イーサン・サプリーはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン生まれの俳優である。1976年、サプリーはブロードウェイなどの舞台で活動していた俳優の両親のもとニューヨーク市マンハッタンに生まれる。母親は演劇の先生でもあった。家族はサプリーが1歳の時にロサンゼルスへ移る。高校の演劇ですでに演技を始めていたサプリーは16歳の時に 友人であったジョバンにリビシに勧められて演技クラスを先行する。その後、ケビン・スミス監督でジェイソン・ディーやベン・アフレック出演のコメディ映画モール・ラッツで映画デビュー。その出演をきっかけでその後のスミス監督のいくつかの作品にも顔を出している。1994年からは日本でも放映された人気テレビシリーズボーイ・ミーツ・ワールドに何度か ゲスト出演した。太った体格を生かした役柄が多く、多くのスターたちとの共演を果たしている。2006年の夏、ジェフリー・ルイスの娘で、ジュリエット・ルイスの妹であるブランディ・ルイスと結婚。したがって、ジュリエット・ルイスは、義理の姉にあたる。現在は四児の父親である。同じく俳優のレオナルド・ディカプリオや、ルーカス・ハースなどとは、仲が良く、2014年に、 サプリー自身も出演したウルフ・オブ・ウォール・ストリートのプロモーションでリカプリをジョナ・ヒルラが来日した際には一向に同行している。ありがとうございます。